飯にこれ食べている人は永久に痩せません。マイナス10キロ綺麗に痩せる腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。朝食べてもすぐにお腹が空く、朝からすっきりした便通がない、寝ても寝ても眠い、すぐ疲れてやる気が出ない、なんてことないですか？それ実は朝ごはんが原因かもしれません。そこで今回の動画ではこんな朝ごはんを食べると体脂肪が一気に増えて、しかもどんどん老化する朝食5選について詳しく紹介していきます。またやばい私これ食べてるという方でも大丈夫です。こうすればいいですよという対処法と、お一人分の簡単ダイエット朝食レシピもお伝えしますのでお楽しみに。また動画の最後に特別なプレゼントを用意しています。実践的なダイエットのアドバイスを無料でお受け取りいただけます。特にご覧いただきたい有益な情報になっていますので、ぜひ最後までご覧くださいね。では目次1、一瞬で激太りする朝ごはん5選。目次2、1人分の簡単ダイエット朝食レシピ。腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わることで、健康で綺麗に痩せて輝く女性を増やしていきたいっていう思いを込めて配信しています。ぜひチャンネル登録していただきお役立てください。では早速お伝えしていきます。目次1、一瞬で激太りする朝ごはん5選。1つ目、野菜ジュース。これはね、私飲んでるという方も多いと思います。過去私も朝時間がない時や野菜不足だからこれ飲んで野菜補えば OK なんて感じでお世話になっていましたが、野菜ジュースは野菜の代わりに飲んでも意味なし。なぜだと思いますか？ビタミンやミネラル、食物繊維が豊富な野菜ですが、ジュースになるとビタミンC や不溶性食物繊維のほとんどが失われてしまいます。砂糖や塩が添加されているものもありますし、そうではなくても糖質量が高いもの、例えば1パック 200ml で角砂糖4から5個分の糖質量があるので気をつけましょう。朝からこのようなジュースを飲むと血糖値が急上昇、また固形物ではなく液体なので一気に腸まで吸収されてしまい、脂肪がどんどん蓄積されていきます。そして香料、ビタミン C などの添加物入りも注意。添加物のビタミン C は天然ではなく人工的に作られた合成ビタミン C、 L アスコルビン酸のことで発がん性の合成ビタミンが入っています。なので市販の野菜ジュースよりも手作り無添加の野菜ジュースが丸です。一瞬で激太りする朝ごはん2つ目、フルーツ。いやいや朝はフルーツ OK じゃないのって思いますよね。もちろん適量でしたら OK なんですが、太る理由はフルーツの盛り合わせだけ食べるとか、フルーツジュースだけ飲むとか、そういった取り方が太りますってことなんです。果物の果糖はお米などのブドウ糖に比べて中性脂肪に変わりやすく、結果として太りやすい性質を持っているんですね。またほとんどのフルーツ、特に南国の果物は体を冷やします。体が冷えると代謝が落ちて太ります。朝にフルーツが良いと聞いてフルーツだけ食べ続けた女性が体が冷えてしまい、なかなか赤ちゃんができなかったのが、朝フルーツをやめて腸を温める食事に変えたら赤ちゃんが会いに来てくれたっていう話もあるくらい、女性にとって冷えは万病、デブの元です。なので朝に果物だけではなく体を温める味噌汁などセットでバランスよく食べていきましょうね。一瞬で激太りする朝ごはん3つ目、グラノーラ。グラノーラはパッケージに栄養バランスのグラフなんかが表示されていて、いかにも健康的なイメージがありませんか？ところが一般的にスーパーで売られているものはたっぷりの砂糖が使われています。人工甘味料が入っているタイプもありますね。これはさらに味覚異常になって朝から甘いものが欲しくなってしまいます。また歯ごたえのある食感を出すために別名食べるプラスチックと言われるトランス脂肪酸が入った植物油脂で製法されているので、糖質と脂質、健康被害たっぷりの最悪の組み合わせです。タンパク質も足りないので、いつまでたっても食欲が収まらず食べ過ぎてしまいます。私はオートミールと有機ドライフルーツと素焼きナッツ、オリーブオイル、メープルシロップを使った手作りグラノーラを食べています。無添加で痩せる食材だけ使うので優しい味でおすすめです。一瞬で激太りする朝ごはん4つ目、食パン。パンに含まれる人工的に作られたマーガリンやショートニング、そして植物油脂といったトランス脂肪酸が問題。別名食べるプラスチックと言われるほどで、内臓に負担をかけて体
代謝が落ちて太るのはもちろん胃もたれ、胃痛、下痢、偏頭痛、アトピー、糖尿病などなど、その不調を毎朝のパンが原因かもしれません。また勘違いしている人も多いんですが、パンは消化が悪い食べ物です。肉や魚などのタンパク質よりも炭水化物であるパンの方が消化されにくい。それだけ内臓に負担をかけているわけですから代謝が落ち太ります。さらに糖質を多く含むパンは血糖値が急上昇をするため脂肪をどんどん溜め込んでいきます。そしてなんと依存性もあります。朝にパンを食べると昼も夜もパスタやうどんなどの糖質が食べたくなり、糖質の負のスパイラルに陥ります。実は私も今より10キロ太っていた頃は小麦中毒だったんですね。朝食パン、昼サンドイッチ、夜パスタみたいな食事メニュー。でも小麦製品は嗜好品としてたまに食べる食生活に変えた結果、今では10キロ痩せて弱かった胃腸が元気に、そして頭痛薬やアレルギーの薬から卒業、ここ何年も病院に行かない元気な体になりました。私のクライアントの方にもパンをお休みすることを勧めたところ、自然と痩せた、パンをやめて胃もたれがなくなった、逆流感が少なくなった、体が軽くなった、イライラすることが減った、偏頭痛がなくなったなどなど、たくさんの喜びのお声が届いています。ここまで聞いて、でもやっぱりパンが大好きだから食べたいって思いませんでしたか？そんな時は真っ白な精製された小麦のパンではなくて、全粒粉や米粉パン、玄米パンやライ麦パンなどの茶色の天然酵母のパンに置き換えてみてくださいね。一瞬で激太りする朝ごはん5つ目、ソーセージなどの加工肉、ベーコンやハムなども加工肉ですね。パパッと焼くだけ、挟むだけみたいな手軽で便利な加工肉、忙しい朝にはまさにうってつけの食材で、食べる方も多いと思います。太る理由は油と添加物がやばいレベルだから。フライパンで油を引かずにソーセージ食べてみてください。ものすごい量の油が出てきますよね。また味を良くするために人工的な脂肪を肉の中に注入されているものもあります。聞いただけでうえってなりませんか？それから加工肉を食べることで内臓疲労につながってしまいます。加工肉は肉類の中でも脂質が多く、消化に時間がかかります。消化に時間がかかると胃が疲労し、内臓疲労につながります。そして内臓の機能が低下します。加工肉は多くの添加物が含まれています。加工肉では保存する過程や美味しくする過程で亜硝酸ナトリウムをはじめ発がん性が指摘されている添加物を加える必要があるんですね。この添加物が健康被害はもちろん、ビタミンやミネラルなどの栄養の吸収を阻害してしまいます。すると内臓が機能するために必要な栄養が吸収されにくくなることで内臓の機能が低下します。このように消化に時間がかかり、内臓の機能が低下すると体内のエネルギーを消費しにくい状態になってしまうので、結果代謝が落ちて太りやすくなります。お肉を摂取するときは加工肉のように消化に時間がかかる脂質や添加物が増えないように、牛、豚、鶏肉をバランスよく焼く、蒸す、茹でる、このような無駄な脂質をカットできる調理方法でシンプルな味付けで食べるようにしましょうね。どうしてもソーセージやベーコンが食べたいなんて時は、お値段は高めですが無添加の良質な加工肉を時々使うがおすすめです。あれもダメ、これもダメではストレスになりますよね。お伝えしたようなちょっとした手作りや良質な素材に上手に置き換えて、美味しく楽しく取り組んでいきましょうね。とは言っても朝は忙しい、無添加手作りはなかなかできそうにないと思っていませんか？大丈夫です。そこで目次に1人分の簡単ダイエット朝食レシピ、こんなことないですか？家族の食事を準備するだけで大変なのに、自分の分だけ別に作る余裕がない。逆に自分に合わせた食事メニューは家族が嫌がって食べてくれないから続かない、そのお気持ちよくわかります。お互いにハッピーがいいですよね。というわけで1人分の簡単ダイエット朝食レシピをご紹介しますね。それはもっちもちのもち麦ご飯です。もち麦に含まれる水溶性食物繊維には糖の吸収を緩やかにしたり、脂質や塩分を吸着して体外に排出する効果、また便を柔らかくするといった作用があるので、もち麦を食べることで朝から痩せ体質を作ることができます。玄米を炊くのが面倒、朝はパパッとパンで済ませてしまう方にも超おすすめです。このような耐熱容器にもち麦 50g と
天然水 150cc くらい入れてふんわりラップをしたら600ワット10分程度レンジン。レンジの機種によって水加減や加熱時間が異なりますので味見をして、硬い場合は水大さじ2を追加して30秒レンジンを繰り返してお好みの硬さに調節してくださいね。もちろん茹でて冷蔵保存しておいたもち麦を食べる前にレンジンでも OK。 もち麦なのでもっちもちで噛み応えもあるので満足感もあります。これに具沢山の味噌汁と納豆や卵などタンパク質が取れたら OK。 朝から簡単に栄養とエネルギーを摂取することができます。今回お伝えしたことをぜひ実践していただいて、早速作ってみましたとか、こんなアレンジしたら美味しかったなど、他にもおすすめのレシピや食べ方などありましたら、ぜひコメントで教えてくださいね。こちらの LINE 公式ではあなたの人生を変えるほどの気づきを与えるための動画をプレゼントします。それは10年間太り続けた40代50代の女性、私の生徒さんが1ヶ月でマイナス3キロ、3ヶ月でマイナス10キロ、6ヶ月でマイナス27キロ、そしてウエストマイナス35センチを達成するために実践した腸活ダイエットの方法を解説した動画7本。この動画の内容であなたが痩せるための気づきを得たら1ヶ月後あっという間に痩せてしまうための内容だと自負しています。プレゼントの受け取りは概要欄の公式 LINE から受け取れます。その他にも公式 LINE ではダイエットの実践に役立つ1ヶ月で痩せ体質になるための食べて痩せる1ヶ月分、合計90食分の腸活メニュー、自分の体質に合わせたダイエットのためのチェックリスト、今日からすぐに実践できる腸活ダイエットのレシピ、これらの特典も含めて合計15大特典を無料プレゼントいたします。これらの15大特典は私の公式 LINE で無料で受け取れますので、動画下の概要欄からぜひ登録してみてください。ここでご紹介する内容を実践していただくと、腸内環境が整って根本的な痩せ体質になり、理想の姿を取り戻すことができます。通勤中や家事育児中に聞き流すだけで OK。 まだチャンネル登録されていない方はチャンネル登録やその隣のベルマークをクリックしていただき、活用していただけたら嬉しいです。まとめです。一瞬で激太りする朝ごはん5選は、1野菜ジュース、2フルーツ、3グラノーラ、4食パン、5加工肉。簡単ダイエット朝食レシピはもち麦ご飯でした。もしこの動画が役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンや実際に取り組んでみた感想などぜひコメントでシェアしてくださいね。次回も腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わるための情報をお伝えしますので、ぜひチャンネル登録をしていただきお役立てください。それでは次回の動画でお会いしましょう。